こんにちは、玉置です。今回はトロピカルージュプリキュアのバッグクッキーを開封して見ていきたいと思います。こちらも毎年発売されてるシリーズの一つなんですけど、ちょっとね、買うかどうか迷ってたんですけど、やっぱりね結局買っちゃいましたね。はい、ではまずパッケージ確認です。こんな感じでバッグ型の箱になってます。これでもこのなんかリボンの形になったのはここ最近ですよね。何年か前かぐらいからかな。なんか前はなんかさ、こう四角い形でここに穴が開いてるっていう感じの、なんかケーキの箱みたいな感じだったかな。うん、でなんか何年か前からこういうリボン型の持ち手になって、ちょっと可愛い感じに変わってね。うん、こういう箱はあれですよね、子供の時とかはこの箱というかバッグ型を再利用してね、そのままなんか小物とか入れて使ってた気がするな。それでは開封してみていきたいと思うんですけど、とね、ここシールがちょっと止まってるので、ちょっとね全部このシールというかテープを外しちゃいたいと思います。それでは準備ができたので見ていこうと思います。シールがね全部で12種類なんですけど、今回ねお店に10個しか置いてなかったので10個しか買ってきてないんですよ。なのでね、まあコンプリートは無理なんですけど、何が出るかなということで、はい、では見ていこうと思います。こんな感じでクッキーが入ってます。あ、中のパッケージこういうんだ、かわいいね。なんかローラちゃんとサマー、で後ろに3人がいます。してシール、あ、コーラルちゃんです。あ、かわいい。これもなんかやっぱりちょっと顔が違うからオリジナルのイラストなのかな。ね、使い回しのイラストじゃないっぽいですよね。かわいいな。よいしょ、2個目。せーの、じゃん。あ、サマーです。やっぱりね、ポーズとかが、うん、見たことないポーズだからオリジナルのイラストかな。書き下ろしというか、かわいいですね。で、中は同じですね。うん、3個目。せーの、じゃん。お、ローラちゃんとサマーです。うん、2人っていうのもあるんだ。4個目。せーの、じゃん。お、ローラちゃん単体、やった。これは可愛いですね。へー、いいな。5個目ですね。せーの、じゃん。あ、逆にしちゃった。あ、サマーの、おー、2種類。あ、でもクルルンと一緒にいるんだ。2種類ってわけでもないんだ。単体でもないんだ。へえ。あ、クルルンかわいい。なんかポーズがかわいいな、このシリーズは。6個目。あれ？どうだ？あ、あったあった。せーの、じゃん。あ、ローラちゃん単体。2枚目。あ、どう？じゃああれかな？ 2 個ずつぐらいあるのかな？ね。ちょっといいんじゃないですか？ローラちゃん2枚出て、私的には。7個目。せーの、じゃん。お、かぶった。サマーとクルルン。8個目。せーの、じゃん。お、フラミンゴです。あ、なんかちょっと顔が違うかな、フラミンゴ。でもポーズがやっぱりなんか可愛いな。ね。9個目。ん？せーの、じゃん。あ、サマー。サマーの2枚目ですね。うん。
やっぱり2枚ずつぐらいあるのかな。まあ、これはコンビなのかな。これと多分一緒だよね。ボーダーだし。うん、これがこのリボンとこのね、このシリーズだよね。で、このハートのバッグがこのシリーズで。ね、2枚ずつあるんだ。なるほど。では、ラスト。パパイヤちゃんが出てないんだな。まあでも被らなければ誰でも。せーの、じゃん。あ、被りましたね。サマーです。ってことはじゃあ、パパイヤちゃんが今回は全然出なかったってことですかね。まあでも私的には、ね、ローラちゃんこれ出たし、単体。で、サマーとのね、このコンビも出たから、私的にはいい引きだったんじゃないですか。ね。あと、サマー好きの人は良かったかもしれないですね。サマーばっかり出たので。ってことは、全部で12種類ってことなので、まあ、単体が、このバッグがハートのやつと、このね、飾りのやつで、1枚ずつそれぞれキャラクターであって、で、これとこれってことかな。コンビのやつが。それで12種類ってことかな。ということで、バッグクッキーのご紹介でした。見てくださってありがとうございます。またよろしくお願いいたします。バイバーイ。